突然ですが、だらっと書くと雑談チャンネルのお時間です。本日も何かしながらお聞きください。おすすめは、他人のふりしながらかな。昨日、黒髪、単発にしたことをツイッターで報告し、精神的にも充実したのか、コウジ選手。今日も元気に言いたいことを言うスタンスで、世間に話題を振りまいていましたので、まずはそちらから。那須川天心選手 vs3 人の記事を引用し こうツイートしましまた。立場とか関係なくどんだけ強い言われとるやつにでも男なら一人で相手と同じ条件で挑んだらええのにな3人で寄ってたかってもいけとらんやろ勝って称賛されるのも己負けて批判されるのも己我の人生何言われようが堂々と挑んだらええやん格闘家やら語っとんならこんな時に根性を見せたらええのにな音符ということで。 ちょっとですね、私の関西弁が今まで聞いた中で一番下手だというね、コメントもありましたが、そこはね、ちょっとご容赦していただくとしまして、えー、するとですね、多分いつものようにだと思うのですが、コウジ選手に対してのツッコミが入ったようで、で、今回は珍しくね、それらに対して複数返信していましたので、それらをね、紹介していきたいと思います。コウジ選手といえばこのツッコミみたいなのもありまして、それに対してコウ選手がどう返していくかっていうところもね、見物になっておりますので、注目ください。 えまずですねいや SNS でピーチク言ってないで雷神榊原社長に直接言えばと言われましてそれに対してはとっくに言うたで音符の後に爆笑してる絵文字ですねこれはですね本当に言ったのかどうか分かりませんが、まあ、確認のしようがないので、まあ、本人がねそういうのならということで次行きましょうかっこ悪乾杯で負けたのにさそれに対して浩二選手 乾杯やったわなぁごっつい情けなかったわってんてんせやけど1対1で戦えた何にも後悔しとらんで音符己が動いて挑戦したことやからな音符まあ頑張るわな音符ということでこれ <laughs> かっこ悪い乾杯で負けたのにさって送る人もこれまあ悪いと思いますがでもねこれはねコー選手うまい返しですねプロ同士で乾杯したいのがダサいと言ってるところをですね基準を下げて、まあ、内容じゃなくて 挑戦したこと自体に価値を置くというね絶妙な論点のずらし方ですねなおかつ言葉には出してませんが君は何にも行動してないでしょ俺はしたけどね音符とつけたかどうかは分かりませんが、まあ、そんなようにねマウントを取っているようにも聞こえますねでは次行きましょうカウンター怖くて手出せないでずっと亀になってた人の試合見せられるよりよっぽどいいと思いますよ 男なら「てんてんてん」と言われまして、まあ、これに対してはですね「笑い」でさっきと同じ爆笑スタンプ「手出したあても前おらんねんからどないしようもないであれ」「笑い」音符「まあ強なっとるから見とり」「音符」 ただ同じ条件でないならぶっ倒された方がマシやがな音符いやこれもねうまいですね自分に分が悪いと思われるところは普通の会話風にして流しでその後ねまあ強なっとるから見とり 音符と、えー、未来のね、可能性、家庭の話であやふやにし、まあ先のことは誰にもわかりませんからね。そして最後に、ただ同じ条件でないならぶっ倒された方がマシやがなと、まあちくりとね、カウンターも忘れないと、これマジで一般の人じゃ勝てないですよ、これ。まあコ選手が変身はね、ピックアップしてるんで、やりやすいのだけ返してる可能性っていうのはね、もちろんあるかもしれませんで、しれ、知れませんが、 でもねあのあ言えば上優と言われた上友文弘さんあすいませんあのマイト・レイヤー氏にです、ね、ディベーターをディベートを教えたといわれる友淵英斗先生レベルじゃないとちょっと太刀打ちできないんじゃないでしょうかこれは、まあ、それはねちょっと言い過ぎかもしれませんがまあ、世の中はね広いんでねそれでは次行きましょう互角に渡り合うのとただ倒れないのは違うからね倒れないだけでいいならできる選手あなた以外もいっぱいいると思いますよ 皆さんちょっと辛辣ですね。でそれに対してですねコージ選手倒れないだけでええわけないがな笑い音符勝手に決めんな坊主笑い音符負けは負け一緒やせやから強なるしかないんやわまだありますんで次行きましょう黙れよ12音数、まあ、これに関してはね柴田さん初だと思うんですが、えー、その当時からね よく目にするコメントだったんで、なんて返すか気になっている方もね。いらっしゃるんじゃないでしょうか。それに対して工事選手。まだユートン界な笑い音符しつこい。男はモテ変で笑い <fala> 音符12オンスでゴミちゃんと殴り合ってみ。音 <laughs> 符顔飛んでいってまうで笑い <clears throat> <laughs> 音符ということで、この私のね笑。い 音符が、ちょっとね、私含め、不気味に感じてきてる人もいるんじゃないでしょうか。まあ、でもですね、これもですね、康ウ選手に、まあ、よくね、見られる開始で、まあ、例えば、柴田さんが、来人に出て、その試合が、自分の何倍ものね、視聴回数がついたという話題で、まあ、突っ込まれた時には、まあ、それは、もちは、もちやや、YouTuber なんだから、当たり前、と、まあ、こういうね、ニュアンスで返していたんですが、まあ、自分から発信する場合はですね、今回で言うと、素人もなぜかね、12、 オンスで、リングで殴り合ううことととが前提となっているといる、ね、で、ージ選手が強いのは、そのことを突っ込まれても別にいいんですよ。たとえ、そういうのが来ても、過去にはそういうふうに言うてたやん、矛盾出てますよみたいなこと言われても、まあ、今回のこれみたいにですね、また言うとんかいなとか、まあ、しつこい男はモテへんでとか、永遠にですね、ちょっとずらす。 技術も持ってるんでで、まあ、結構ね本当ね無敵です、ね、だって A の話をしてるのに B で返してくるし、さらにね C のパンチまで打ってきますんで、まあ、だから自分の得意なとこでは打ち合って、それ以外は取り合わないという格闘家の、まあ、お手本のようなやり方、これ意識的にスライドさせて使ってるんですかね。もう本当普通に勉強になりますよね。 ちょっとですね、一つ一つ添削をしていたらキリがないので、まあ次々行かせていただきますね。まずですね、いやいや、これ天心からの提案でしょ、笑い。これに対しては、みんな天ちゃんとやりたい散々言うてたのに、いざとなると対戦をみんな受けへんからやろう、音符。で、次行きますね。慶王エンペラーなのに、全試合慶応で勝つって言えないんですかこれに対しては、何の話やねん、笑い、音符。そんなもん、当たり前の話やがな。 全選手倒すでリングに上ががっとるがな笑いただ全然相手倒れよらんねやんけ笑い音符まあ倒せるよう張り切るわな音符ちょっと私のこのマジで笑い音符が <laughs> あのロボットでそろそろ涙を流して人間の気持ちを取り戻すみたいな友達みたいに最後になりそうで自分でもね怖くなってきました。 しかしですね、もちろんね、応援してる人もいらっしゃいまして、まあ、大好きでずっと応援してるから、ツイッターで写真使わせてもらってるの許して、たけるとの試合、誰がなんと言おうと、しびれたしかっこよかったとか、いろんなこと言う人いますけど、結局、いろんな意味で結果残してるんですからね、心を動かされているわけですからとかですね、えー、っと、やっぱこうじやな、じじいになっても応援するわとかね、こういうね、もちろん応援コメントも届いておりますが。 でネガティブ系でいきますとそうだよなお前は天心と戦えたことだけが誇りだもんなかっこ笑いこれに対して浩二選手勝った試合も負けた試合も全選手と戦えたことに誇りを持っとるよ音符で他にはですねもう相手がいないなら1ラウンド3人って言ってんじゃん笑い笑いこれに対して浩二選手せやから3人でやるくらいなら1人で挑んだらって言ってんじゃん笑い笑いで他にはですね他人ごとにごたごた口出しすんなよ で、それに対して、コー選手。返したるよ、その言葉。音符。せやけど、時間を俺にわざわざくれてありがとう。音符。はい、ということでした。私もね、ちょっと疲れてきましたので、コメントはまあ、この辺でというところで、えー、あなたはどうお感じになったでしょうか。でもね、コ、ま、ー、あ、二選手も試合がね、近いのにお疲れ様でした。笑い。音符。そして、 コウジ選手といえばこの方ですね。行政を監視する者、オンブズマンならぬですね、コウジ選手を監視する者、レンブズマンの平本蓮選手なんですが、コウジ選手の一番最初のねツイート、立場とか関係なく、どんだけ強い言われとるやつにでも、男なら一人で相手と同じ条件で挑んだらええのにな。で、ここの部分ですね、特に、3人で寄ってたかってもいけとらんやろ。これをですね、引用しまして、こういうふうにコメントしました。 康二選手は一番最後に音符なんですが、平本選手の場合は一番前に、ね、音符持ってきてます。音符で、少なくねというふうにね、ツッコミを入れておりまして、同じ文をさらにね、えー、引用しまして、てかこいつ、天心と3ラウンド戦い抜いたのを自分の中で誇りになってんのかなと、えー、投稿しておられました。はい、今回もね、えー、平本蓮選手が最後ね、落としてくれました。それではですね、次の 笑いではなくてですね「和題」に行かせていただきたいんですが朝倉未来選手のスポンサーといえばと問われて、まあ、最初に、ね、思いつくのはどちらでしょうか。 オニマルホームさんを挙げた方も多いいのでではないでしょうかそのオニマルホームさんからですねなんとこのたびミクルハウスというものが販売されました、まあ、キン肉マンのねパルテノンみたいに建物と朝倉未来選手が融合してしまったわけではなくてですね当然朝倉未来選手ゆかりのですね、まあ、彷彿とさせる設計になっているというもので、まあ、限定100棟の販売となっておりまして、まあ、これはねジャン斉藤さんがツイートしていて私も気づいたのですがなんと屋上 テラスバーベキュースペースありというものがあるんですがそれとは別にさらにです、ね、単体でのバーベキュースペースもあるということでバーベキューって BBQ と表記されることもあるのですがなんとですね WBBQ ということで、まあ、高級外車のね様相も定義してきまして <laughs> 提示していてるのか本当にこれは。 さらにはオプションで、まあ、七輪ね、よくやってますからね、朝倉未来選手。他にはサンドバッグや運転もね、オプションでつくというので、まあ、気になる方は、オニマルホームで検索してみてください。まあ、こういうのってね、意外と即完売するイメージありますね、私的には。 そしてストラッサー喜一選手が以前 YouTube のチャンネル登録者数1万人達成を記念してプレゼント企画をやったのですが、まあ、発送が、ね、完了したみたいで続々ですね当選者の方たちからの感謝の方がツイートされてたのですが、まあ、なんとですよストラッサー選手の、まあ、T シャツプレゼントだったんですが、まあ、それで、まあ、ちょうど、ね、私が今、ね、これ書かせていただいたイラストの元の写真がプリントされた、まあ、めちゃかっこいい一品なのですがそこにきっと一人一人だ と思うので、すすが直筆のメッセージも同封してるんですよでそれで当選された1人の方が、そのメッセージもツイッターで画像付きでアップしてまして、まあ、ツイッターはね、不特定多数の人が見るという前提というのを、まあ、了承してね、皆さん使われてると思いますし、ストラッサー選手もその方に対して、まあ、返信していて、ス,、えー、スクショそので、そのことについて、と、まあ、咎めるようなコメントはしてなかったので、ちょっと読ませていただこうかなというふうに思ってるんですよね。 この度はご当選おめでとうございます。日頃から応援していただき、本当に感謝しています。年内、来陣で試合する方向で動いていきますので、楽しみにしててください。そして、YouTube も更新していきますので、よろしくお願いいたします。改めてご当選おめでとうございました。 押すということで、まあ、こんなのね、一生応援せずにはいられませんよね、いただいてしまったら。しかもね、当選された方ね、先ほども言わせてもらいましたが、まあ、全員にやられてると思うんですよね。まあ、昔、無名の俳優うんだか、ま、なんかタレントだからの、なんか若い子がファンからもらったプレゼントを、オラみたいな感じでキックして、<laughs> ま、何を血迷ったか、こう SNS にね、アップして、事務所をクビになるというね、まあ、事件がありましたが、 それのね真逆ですからね <laughs>。てかなんでそんなことしたんでしょうね <laughs>。それ将棋とかチェスで言うとまあたった一手先だけの未来ですよね。まあ当然こうなるよねってうーんみたいな。じゃあこの譜を鳴らせて 金にして、みたいな。いや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 。もう大手だから、みたいな。それやってる場合じゃないよね、みたいな。今のこの状況わからないとか。<laughs> まあね、そうこうしてたらね、自分が人生チェックメイトされちゃった、みたいなね。まあ、うまいこと言ってる場合じゃないんですが。でもですね、まあ、ファンになって、その選手を応援するって、まあ、多いのはやっぱね、自己を投影していて、その選手が試合に、まあ、勝ったら自分が勝ったかのように喜べるっていうパターンだと思うんですよね。なので、 大井久保選手とかだと、私もね、かなり応援させてもらってるんですが、まあ、堀口選手に2回負けてるじゃないですか。まあ、2回負けてて、まあ、強い弱いだけでいくと、もうなんかこの先もないし、いいやって思う若い人もいるかもしれないんですが、私はそうじゃなくて、やっぱ人生やり直しのストーリーで、まあ、何回失敗しても次チャレンジして、次うまくいけばいいじゃんって。 でも、実際の世の中は、こっちの人の方が多いっていう風に私も思ってるんですね。何回も失敗して、最後に目的としているものを取りに行くっていうので、まあ、大久保選手に気持ち乗っけたりとかね、まあ、ストラスタ・キーチ選手も、その、格闘技ね、始めたのが遅かったんで、そういうところとかもね、私も気持ちが乗って応援させていただいてるんですが、でもですね、まあ、中には、その選手とつながりができたから、応援させてもらうっていうね、かなり羨ましいパターンもありまして、だからほ、ほ 今回のことがまさにこれですよね。なので、当選された方は、T シャツと人生の潤い、この2つを手に入れたということになりますよね。おめでとうございます。で、そんな粋なストラッサー・キーチ選手が、斎藤豊選手、VS ケラモフ選手。 あとはですね中村雄作選手 VS 北方大地選手の勝敗予想をしてくれてます。中村選手 VS 北方選手の勝敗予想は、まあ、私が見た中では、まあ、初ですかね。で、ストラスター・キーチ選手、北方大地選手とはね、この間コラボしてましたが、中村優作選手とも知り合いみたいですね。で、しかも一緒の練習場所でやってるみたいで、まあ、どっちかというと、中村選手の方が近いみたいですね、距離感的に。まあ、なので、このマッチメイクは複雑な気持ちとおっしゃってましたが、ストラスター・キーチ選手は、 まあご存知の通りですね一、まあ、番は格闘の神様に身を捧げていますので、まあ、例のごとくね、えー、その忖度なしの予想を見ていきましょう格闘技の、ね、神様に身を捧げているといってもですね山本キット選手のお父さんではもちろんありませんので、えー、俺は格闘の神様の子供ということはそのお父さんが神様ということになりますが幾栄さんではありませんということで。 まず、ですね北方大地選手の評価は突出しているところはないが完全なオールラウンダー全体的にレベルが高い中村優作選手は打撃の強い完全なストライカーということで、まあ、有名ですよねで北方大地選手はもともとは52.2キロのストロー級の選手だが、まあ、フライ級56.7キロ1回級上げての勝負なので、まあ、不利は不利ということですねそして北方大地選手はタックルを組み合わせていきたい中村選手は距離で出はい してタックル切って、まあ、タックル際殴ったりとかでベタだけど、まあ、実際こういう攻防になると思うとでも、えー、中村優作選手寝技もできるので奇襲として出してきたりもするかもなと思うということですねでまあズバッと言わせてもらいますけどと、まあ、勝敗予想なんですが 北方大地選手の3ラウンド判定勝ちということですはい中村優作選手が勝つ場合は、まあ、1ラウンド慶応勝ちっていうねパターンもあるみたいなんですがまあこれはですね、まあ、確率論でどっちが勝つかかけろと言われたら、まあ、北方選手にかけると打撃をもらっても北方選手が前に出て、まあ、中村選手はペースを取られてという展開が1ラウンド2ラウンド3ラウンド続くのかなとの予想でしたそして最後に ね、気まずいけどしゃーないよ勝敗予想なんだからとおっしゃっておりましたありがとうございます はいそれではケラモフ選手 vs 斉藤チャンピオン行きましょうケラモフ選手はただいま11連勝中で打撃の思い切りのいい選手だが、うん、まあ寝技は未知数とで斉藤チャンピオンの強さを今回ね測る試合にもなってくるということですねでオールラウンダーで多彩さでいったら斉藤チャンピオンとで次ですね朝倉美久留選手とクレベル小池選手の勝者が、まあ、斉藤選手とタイトルマッチという流れになっているが、まあ、今回もしケラモフ 選手が斉藤選手に勝ってしまったらもう1回ね、ね次はベルトをかけて斉、まあ、藤選手 VS ケラモフ選手を個人的には、ね、やると思うかなというふうにおっしゃっておりましたね。 で大澤健二さんもおっしゃってましたが斉藤選手は前に出てくる選手には苦手なイメージがあると斎藤選手は注目浴びて今回の試合決まる前まで、まあ、ほんまに強いんか強くないんかといろいろねガチャガチャ言われたから、まあ、本人もいラついていると思うとでそのプレッシャーが足を引っ張るんじゃないかなというふうにもおっしゃっておりましてでもそれをですね プラスに転換してぶつけるか、足を引っ張るか、そのプレッシャーが。まあそういうところも実力に出てくると。そうなんですね。格闘家はやっぱね、その精神的みたいなところもかなり重要になってくるっていうことですね。フィジカル以外にも。まあそしてなんとですね、勝敗予想、早速いきますが。 ここまで言っておいてなんですが、ケラモフ選手の2ラウンド KO 勝ち、または TKO 勝ちということです。はい。斎藤選手が勝つとしたら、まあ、ケラモフ選手の最初のプレスに絶対負けたらダメと。で、相手の嫌がるところをついていって、まあ、逆にプレスをかけて、勝機を見出していくのがいいのだが、点々点ということで、で、これもね、ストラスター・キ一チ選手。 大沢賢治さんと、まあ、同意見だったのですが勝手に私がね、要約しちゃうと、斎、まあ、藤選手はパワーで劣る分、まあ、テクニックや事前の作戦で対処しようとするが、駆け引きお構いなしに外人特有のパワーで前に出てこられたら、斎藤選手、潰されちゃうんじゃないかなということでいいんだと思います。で、まあリカバリーでもね、体重かなり戻してくると思いますし、まあ、でかい、大きい、 パワーというのはね、すべてを凌駕してしまうという、そういう話なのかもしれませんね。はい。以上、まとめくんがお送りさせていただきました。それで、本来であるならば、ブレイブジム、伊藤空也選手は6月1日の火曜日、1時からの公開練習だったんですね。そして、八千祐介選手は6月3日の15時、5時からですね、公開練習だったんですが、 伊藤空也、八千祐介は再調整ということで、まあ公開練習のね、日程が変わったということで、まあそれに対してですね、当然ながら見逃さないのは川名店長勇気選手ですが、 やちの公開練習が再調整ということで、これは期待せざるを得ないというふうにツイートしておりまして、まあ、やちくんに対してこれはね、なんか面白いことやってくれるんでしょここまで期待させたんだからさっていう、まあ、プレッシャーに、ねえー、なるというか、プレッシャーをかけているわけなんですが、まあ、やち選手の方は、まあ、それにね、対して返すことは、まあ、ほとんどというか、まあ、ほぼ100%ないんじゃないかなというふうに思いますし、なんか、八千選手意外とこういう風にですね、 トトラッシュトークみたいなものを仕掛けられるの苦手な選手なんじゃないかなというふうにもねちょっと思いますね。 なので物事はどちらからも捉えることができると思いますので、まあ、面白みがないと捉える人もいればそこがねやちくんの良さ人がいいっていうふうに捉える人もいるのかなというふうに思いますね。で川名店長の方なんですが、まあ、面白公開練習をやってくれたということで、まあ、それのね波及効果がまあ意外と結構ありまして、まあ、他にどんなものがあったかと言いますと。 ライジンバンタム級グランプリトーナメントにも出る大塚隆文選手なんですがライジン公開練習、あ、ツイッターですね。少しふざけたことも考えたが昨夜川名選手の突き抜けた公開練習を見てこれは勝てないと思い真面目にやりましたということでちょっとね川名選手歴史を変えてしまいましたね。 本来であれば大塚隆文選手の面白場面も見れたんですが、まあ、川名店長が大きい爆弾を落としすぎたせいでその後のね小さい爆弾が恥ずかしくなってしまっての、えー、まあこのツイートということになりますね。 そして画像は榊原社長ですが、笹原さんがですね、それを引用リツイートしまして、あの公開練習の裏側にこんな葛藤があったとは、点て点と投稿しまして、ツイッターで、さらにですね、申し訳ございません、ドリーム仲間のよしみでご容赦いただけますと幸いですとツイート、それに対して大塚隆文選手が、笹ちゃん、 葛藤して考えさせられ、夜も寝れなかったよというふうに返信しておられまして、かなりね、えいい関係を築いているなということがね、こちらに伝わってきますね。で、それに対して、河名店長ですね、一番最初の大塚隆文選手のツイートを引用しまして、私の公開練習より、 後に、公開練習する選手の方々にご負担をおかけしてしまい、大変申し訳ございませんでした。てんてんてんというね、まあサラリーマンの厳しいところ、きついところという感じで、まあ謝罪をね、えー、もうしておりましたが、それに対して笹原さんがですね、引用リツイートしまして、来人事務局内でも大問題になっており、社内でも怒号が飛び交っています。 N のさんが今から緊急会議をとカストル議長みたいに叫んでいますので大幅な人事異動が行われるかもしれませんと、まあ、大人同士の、ね、おふざけというか、まあ、茶化しみたいなことが行われて結構盛り上がってきているかなという感じですね。 はい。ということで、本日もですね、すべてのね、ニュースを消化しきることは無理だったということで、まあ、次回、次回に持ち越しで、うんま、1ヶ月に1回、次回に持ち越しやったら、多分3時間とかなるんじゃないかなというふうに思いますが、えっとですね、私ね、この、だらっと格闘雑談チャンネルを始めて、すごい良かったなぁと思うようなことがありまして、それは、 プライド見てたんですけど、で、それプライドが消滅してからずっと格闘技に触れてなかったんですが、このダラッと格闘雑談チャンネルさんを見始めて、また格闘技に興味持ち始めましたっていう風にね、えー、コメントつけてくれた方がいまして、めっちゃ嬉しかったなっていうのと、あとまあ、川名店長ですよね。川名店長のことをこのチャンネルで、まあ、より好きになったというか、まあ、ファンになりましたっていうね、コメントも来て、まあ、私もね、少しはお手伝いできているのかなという風に、まあ、自分でもですね、一人で北曹エン でおりますありがとうございます皆様本当にこういう経験ってあんまできないんでまあ普通にそれはね嬉しいなというふうに思ったんですがそれとですね、まあ、やっぱねこのチャンネルといえばですね門倉コーチなんですが中日のね2軍コーチので横浜の公園で野宿でね見つかったっていう方を聞いたんですがまあそういうあの記事を見たんですがなんか奥さん門倉さんのねに言わせるとそんな情報が全然ないと言ったことでもしかしたら嘘かもしれないと言って いうことで私はね門倉さんが無事見つかったと思うという前提で、まあ、明るいニュースというふうにお伝えさせていただいてしまったんですがもしかしたらもしねそうじゃないかもしれないということで、まあ、それね撤回させていただきたいなということと、まあ、あとですね私が今ね精神状態があんまり良くないみたいなことをちょっと23日前に言いましてもしかしたら俺もうん失踪して。 ししてるかもしれないよというふうに言わせていただいたんで私の場合だけですね、まあ、明るいニュースということでちょっと皆様の頭の中をね変換していただければいいなというふうに思いましたというわけで今回もこの辺で、はい、高評価チャンネル登録して通知をねポチッとオンにしてまた聞いてね。笑い音符